ホーランジアの戦いとは、太平洋戦争中の1944年4月下旬から6月下旬に、日本軍とアメリカ軍の間で、ニューギニア東北岸の町ホーランジアで行われた、戦闘である。アメリカ軍の作戦名は、レックレス作戦である。戦争初期に、太平洋に面したニューギニア北岸一帯から、東岸までを占領した日本軍であったが、 1942年7月からのポートモレスビー攻略作戦は失敗に終わった。連合軍の反撃が始まり、ウナ方面の作戦、バサブアの戦い、ライの戦い、フィンシュハーフェンの戦いと次々に日本軍は敗北。1944年4月頃には第18軍の主力はマダンウェワクの間に展開して疲弊した軍の回復を図っていた。 ホーランジャーは良好な港湾と飛行場的地があり1943年3月に日本海軍が飛行場を建設した。その後は陸軍により飛行場の増設が行われ、上枠方面の広報基地と補給拠点の役割を果たしていた。連合軍上陸前の4月20日時点では、日本陸軍の第18軍兵舘関係者約6600人。 第6飛行士団を中心にした第4航空軍関係者約7000人、海軍の第9艦隊関係者約1000人の計約1万4600人が駐留していた。兵力は多かったが兵隊関係部隊と航空関係部隊がその大部分を締め地上戦闘員は少数であった。わずかに南洋第6死隊が守備隊として送られたが現地で 兵員調達の予定のため幹部要員のみで、しかも輸送船を撃沈されて、兵器弾薬を喪失した状態で到着していた。航空関係の部隊が多かったのは、東部ニューギニアの戦況が悪化する中、1944年3月頃から、ウェワク方面の第4航空軍のホーランジアへの交代を進めていたからである。第4航空軍の司令部は3月25日に、ウェワクから、 ホーランジアに交代したが、3月30日に、連合軍の大空襲を受け130機余りが、地上撃破された。これは、前年8月の和く空襲での損害に続く、失態で、第4航空軍と、第6飛行士団の幹部3名が更迭され、第6飛行士団長心得に、稲田正澄少将が発令された。稲田少将は4月11日に、ホーランジアに到着したが、 その10日後に連合軍の上陸を迎えることになる。第4航空軍は南方軍の指揮下に入ることになり、4月15日に司令部をホーランジアからセレベス島の目などに移動した。連合軍は上陸前日の4月21日にも空母部隊による大空襲を行い、これによりホーランジアの日本軍航空機は壊滅した。第9艦隊はなこそ艦隊であったが実態は、 駆逐艦白の日と不接艦白鷹の2隻肉船艇が10数隻と小規模なものであり、陸船隊が主力であった。1944年3月以降は、ほとんどの艦艇が移動となっており、実質的に艦艇のない艦隊となっていた。連合軍は1944年2月末からアドミラルティ諸島の攻略を開始し、ここの日本軍を制圧してラバウル包囲網を完成させ、 カートホイール作戦の目標のラバウルの無力化を達成した。アドミラルティ諸島はさらに西に向かう連合軍の重要拠点として海空の基地の整備が行われた。連合軍は続いてフィリピンに向けてさらに前進するため航空基地を開設することを主目的としてホーランジアへ上陸することにした。しかし、ホーランジアは連合軍の既存の基地から遠く、また長期にわたり、 空母航空機の支援に依存することはできないため、上陸後の航空支援をどうするかが最大の課題であった。検討の結果、アイタペには日本軍の飛行場があるが、防衛体制は薄弱なので、上陸後48時間で戦闘機用の飛行場として整備することができ、ホーランジアでの戦いの航空支援に使用できると判断された。また、アイタペは、 ウェワクの日本軍が西に進撃してきた場合の防衛ラインにも適していると考えられた。これらの理由により、アイタッペにも同時に上陸することが決定された。アメリカ軍は、ホーランジアに約4万人の兵力を、アイタッペには2万人を投じることにした。また3月末には、ホーランジア上陸の準備として、ホーランジアに近いパラオの日本軍基地を、アメリカ軍空母部隊が空襲して、 日本軍の航空、海上戦力を制圧した、ホーランジアとアイタペへの上陸日は4月22日に決まった。これまでニューギニア本島での連合国軍の主力はオーストラリア軍が中心だったが、この戦いでは初めてアメリカ陸軍が戦力の主軸となった。またホーランジア攻略の陽動作戦としてインド洋でイギリス海軍によりコックピット作戦が行われた。 一家の部隊のほか、アイタペから転身中の第18軍関係の部隊、第41師団の一部部隊、野戦校舎砲第36大隊、独立工兵第36連隊、第1揚陸隊などの計2500人が滞在していた。また、ホーランジアから西移動中の海軍第8建設部の軍属、約2000人も存在した。 ホーランジアの戦いの戦闘計数息された日本軍一式戦闘機ホーランジアとアイタペ方面には3月頃から米軍による空爆や陸地への艦砲射撃が相次いでいた。日本側は4月上旬の北遠症将着任の頃から泥縄式に防備体制構築を図っていたが4月16日にようやく状況把握が終わって第54兵艦司令官の石頭大佐が 警備責任者に部署されたという段階であった。比較的戦闘力がある南洋第六主体と第54兵誕警備隊が、フンボルト湾の水際守備に配置されたが、予備の第54兵誕キング中隊を加えても合計で、わずか500人足らず、タナメラ湾に至っては、ほとんど無防備に近かったとみられる。ホーランジャーは上陸前日の4月21日に、 アメリカ空母部隊約600機による大規模な空襲に見舞われ、日本側航空戦力は全滅状態となった。また、ホーランジアの西側のサルミ、枠でや東側のアイタペも空襲を受けた。日本軍は航空偵察により、ニューギニアに向かう連合軍の輸送船団を発見していたが、第18軍は上陸の前日の午後においてもマダン、または上枠方面に上陸する。 可能性が高く、ホーランジアに上陸の可能性は低いと判断していた。1944年4月22日、第24師団及び第41師団を主力と、スルベエ軍がオーストラリア海軍の重巡洋艦オーストラリア、シュロップシャー及びアメリカ海軍の軽巡洋艦ボイジ、ナッシュビルの艦砲射撃の支援のもと、フンボルトワン及び タナメラ湾からホーランジアへ上陸した。主攻撃目標は、守備が特に手薄なのを見抜いて、タナメラ湾を選んでいる。米軍の上陸部隊は、多数の航空機などに援護され、22日のうちに、ホーランジアの東海岸と西海岸の地域を、ほぼ全域を占領することができた。日本軍は、多くが、軍刀や銃剣を武器とするなど満足な装備がなく、有効な抵抗ができない間に、 大きな損害を受け、退却を余儀なくされた。海軍部隊でも、第9艦隊司令長官、遠藤貴一海軍中将が負傷、その後一時行方不明となるなど大損害を受けていた。一方で、独立自動車、第42大隊は、山上から火のついたドラム缶を米軍めがけて、転がすなどの抵抗を続けた。4月23日の日没直後に飛来した日本軍、航空機1機だけが、 連合国側にとって大きな障害となった。この木が投下した爆弾は、連合軍占領下にあった日本軍の弾薬庫に命中して誘爆させ、連合軍側の物資集積所にまで延焼した。火災は24日中続き、連合軍側は日本軍の逆上陸があったなどの誤報が飛び交う混乱状態に陥った。損害は死傷124人以上。 揚陸済み物資の六十パーセントが消失する甚大なもので、揚陸地点が一時使用不能となったことと合わせて、連合軍側の兵舘に相当な困難をもたらした。二十五日に新たな補給船団が到着して、なんとか十分な食料が兵士に行き渡るようになった。米軍が上陸した五日後の九百四十四年四月二十六日に、飛行場などは連合軍の制圧下に入り、 以後、連合軍は6月6日まで総統選を続けた。同じく4月26日、現地での先任指揮官であった第6飛行士団長、心得、稲田正澄少将は、日本軍の残存兵力を西部ニューギニアのサルミ方面へ撤退させることを決断した。しかし、サルミまでの 400km の道は、非常に険しく、途中には100以上の川を越えなければならなかった。 とかの際、体力の低下が激しかった小兵たちは、豪雨の影響もあり、激流に流され、そのまま死亡する者も,も多かった。さらに、食料が著しく不足していた上に、マラリアの感染者も多く、発熱して、道に倒れたまま死んでいく者も,も多かった。そのため、ホーランジアとサル、ミマの道は白骨化した死体が続く山状となった。特にサルミのすぐ近くにあるトル川では、 第36師団による奪還作戦の邪魔にならないように撤退してきた兵士のとかを阻止した。稲田少将の要請により一部の航空部隊のとかが許されたがそれ以外の兵士は飢餓により次々と死んでいった。命を取る側とまで言われた。ホーランジアにあった第18軍関係部隊の人員6,600人のうち、 1>, 1から2ヶ月後にサルミに到着したものはわずかに約500人に過ぎなかった。海軍部隊は5月3日に米軍部隊と遭遇して全滅。沿道司令長官も戦死した。5月17日に米軍がサルミに上陸を開始すると、稲田少将は第4航空軍再建のために空中勤務者13名と司令部要員37名だけを連れて回路で間の区割りまで撤退した。 このため稲田少将は後日敵前逃亡の権威で軍法会議にかけられ停職2ヶ月の処分となった。稲田少将が司令部要員のほとんどを連れて行ってしまったため現地の部隊では混乱が生じたが参謀の一人が現地に残って代わりの職務を果たした。この稲田少将の撤退によりもともと雑多だったホーランジアからの撤退部隊は完全に統制を失い、 少なからずの将兵が、いわゆる、ガキ道の状態になり、強盗殺人やカニバリズムが横行した。このためサルミ地区では撤退してきた将兵の、銃殺処分が検討されたが隔離された上で、自活ということに落ち着いた。ホーランジアへの敵襲を知った第十八軍司令官、アダチ十三中将は、直ちに反撃することを決意し、これに同意した第二方面軍司令官、アナンコレチカ大将は、 4月24日、サルミにあった第二軍所属の第36師団による救援作戦を立案した。ア南大将は第36師団の反対を押し切り、同師団から不評、第224連隊主力を基幹とする松山師隊を編成5月8日に出動させた。終定起動により逆上陸をかけてホーランジアを奪還する計画であったが、移動中の5月17日に、 サルミホカエも、米軍の上陸が始まったため作戦中止となった。松山市隊は、付近の上陸部隊の迎撃に当てられた。ホーランジアの日本軍は壊滅し、同地は、連合軍の占領下となった。また、アイタペでも、連合軍は、日本軍を制圧して予定通りに占領した。連合軍のホーランジア上陸後の調査によると、そこには、日本軍の百四十機の破損航空機が、 数えられた。連合軍上陸前、ホーランジアに駐留していた、日本の第18軍の関係者は、約6700人、総兵力14600人だったのが、上述の通り、サルミまで生きてたどり着いたものはわずかに、約500名であった。この無事に転身できた者も、そのままサルミ攻防戦に加入することになり、 最終的に日本へ帰還したのは143名だけだった。他に、ホーランジアで捕虜となった者が611人ある。また、アイタペとホーランジアの間を移動中に連合軍の上陸に遭遇し、ホーランジアの奥の山間部で10年を過ごした4名の日本兵が1955年3月に日本に帰還した。ウェワクの日本軍は戦線の後方に取り残されることになり、 補給も完全に途絶えた中でアイタペの奪還を目指したアイタペ作戦を7月に行うことになるダグラス・マッカーサーは占領したホーランジアを拠点としてフィリピン奪還作戦の指揮を取ったありがとうございます